マシュー・ワトソンは、イギリスの自動車評論家。主にカーワオの YouTube チャンネルで、車のレビューを行っている。また、日本語、ロシア語、アラビア語、韓国語、インドネシア語に翻訳されたチャンネルがある。演武オートテックのエディター、S ダイアリー2018年9月12日によれば、公認会計士の資格を持っているとされている。様々な車をレビューし、 その車の良し悪しを説明している。エンジン出力、馬力、駆動方式や実際の使用感、乗り心地、デザインなど様々な面からその車の特色や機能を詳細に説明している。YouTube ではマフラーの中に木の棒、真実の枝を入れたり、ニュルブルクリンクと言ってしまうと蹴られるなどといったおかしな表現がされている。他にも、 最近の車のデザインに参見されるフェイクのエアダクトやグリルを嫌ったり各社のフロントグリルの形状についての言及などいくつかのお決まりのチェックポイントがあるテンポの良い派に衣着せぬ試験に基づく言動が動画コンテンツとしての魅力を増しているかつてはオートエクスプレスカーバイヤーで勤めていたとされている2016年2月25日に YouTube チャンネル マット・ワトソン・カーズでカーワイヤーから離れてカーワオに移ったことを公表。オクタンドット・によるとカーワオが毎年開始しているベストカーショーのディレクターとされている。ありがとうございます。